皆さんこんにちは。今回は文字入れ脳トレです。四角の中にひらがなを入れて単語を完成させてください。問題は全部で12問あり、回答時間は20秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はうが入りシマウマとなりますね。このようにして入る文字を考えてくださいね。それでは次に行きましょう。2問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はずが入りスズムシとなりました。うまく文字が入りましたか？さあ練習は終わりです。次から5文字になりますよ。3問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はいとみが入りぬいぐるみとなりますね。文字数が増えましたが、時間内に分かりましたか？さあ次に行きましょう。4問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はあとずが入り赤ずきんが完成しましたね。ヨーロッパ各地に伝わる童話なんだそうですよ。5問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解は小さいよとうが入りちょうちんとなりますね。正解できましたか？6問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はことんと小さいやが入りこんにゃくが正解でした。四角が一つ上、難易度が上がりましたね。次からはさらに文字数が増えますよ。7問目です。6文字になります。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。
終了です。答え合わせです。正解は2と5が入り紙飛行機となりますよ。時間内に分かりましたか？8問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はけとつとかが入り警察官が正解でした。9問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はんとうとむが入りテントウムシとなりました。もし他にも答えがあればぜひコメントで教えてくださいね。10問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はねとたといが入り熱帯魚となりましたね。さあ最後の2問は7文字となりますよ。準備はいいですか？11問目です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はたとうとくが入りフタコブラクダとなりましたね。これは分かりやすかったでしょうか？最終問題です。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。終了です。答え合わせです。正解はたと小さいゆとうといが入り体重計となりましたね。わかりましたか？それでは追加でおまけ問題を出題します。四角にひらがなを入れて単語を完成させてください。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますのでチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますのでぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。